ゲーム女子実況ガエルモテとハヤニエビッチャー3始まります。始まったケロよ、モズベさん。始まってしまったよ、トリスについていかなあかんらしいわ。もうめっちゃめっちゃ続きでトリス待ってたやん。一週間待ってたやん、うん、ごめんね。あ、動き出した。なんかあれやな、どっか川でなんかこの間拾った続きやんな。そのなんか変なやつおるよ。誰やそれ。ホアソンの部下。ホアソンってなんかあれじゃなかった、なんか警察みたいな。いや、ちゃうかと。怖いよね。ねえ。お、イベントが。ようこそ女魔術師よ。こんにちは、ブランドン。連れがいるとは思わなかった。ちょっとゲイっぽいな、この人。うん、ちょっと怪しいね。うん。まあ問題でも。それが問題か。教団に誓ってしまう。驚いただけだ。二人でなら倍の速さで解決してくれるだろう。本物の専門家とお見受けした。助けてもらおう思ってるな。できればすぐに始めてほしい。トリス、君とブランドンだが報酬には合意したのか。袋いっぱいのクラウンで手を打ったわ。ブランドン商会は真っ当な組織だ。全ノビグラドで最大の穀物庫がある。なるほど、商人にはやな。おう、なるほど。前払い金で払え。半額前払いだ。あー、なんかここもなんか入れられるんやね。いやー、じゃあ半額。商人ならば商業の仕組みに詳しいはずだな。もちろん、実直な仕事には実直な報酬をだ。半分を前金で、仕事が済んだら残りをもらおう。ずいぶんな注文だな。俺はウィッチャーだ。後になって違うことを言う。ちょっと悪いぞ。悪いぞ、ゲラルトさん。よろしい。最初の支払いだ。あかんやつも多いんやと思うで。まあまあまあ。穀物庫の周りにこの器具を置くの。ネズミに関連しそうなもの全部の近くに。ちょ、トリスが。トリス思いっきり商人にぶち当たってたわ。ネズミ取りやんか。なるほど。この穀物庫にネズミがいるんだ。倉庫の仕事は待ってくれないのよ。おるで、めっちゃ。焼き払うのか、モズベ。ターン。ターン。倒しとるわ。ターン。いや、荷物焼けてるから。大丈夫。荷物焼けてるから、モズベ。あの、ネズミの駆除じゃないでしょ。罠を置くのが仕事よ。あ、なるほど、なるほど。うん。普通に荷物火事になるわ。火を消していく作業。消さんでええねんて。なんか置くとこがあるんちゃう、どっか。どっかあるんかな。うん。あ、なんか赤いの。ある。噴火。ここが良さそうだ。おお。気に食わんやつだな。ブランドのこと？私もよ。太りすぎてることをそんなに嫌ったんない。ねえ。本当にネズミが嫌なんじゃない？トリス、彼は商人だ。値段交渉で生計を立ててる。そんな心配をしてたら、とうに飢え死にしてる。あ、ここまでね。ここまでね。ちょっと。ちょうどネズミが出てきそうな穴やもんな。そうやね。ちょっと。なんか嫉妬しとんかもしれんね、元カノに。ブランドンに。ブランドンにね、仲良さそうやから。うん。モズベはそういうあれなの、焼き餅とか焼くの全然。あ、そう。ふーん。ふーんっていうとこ。よし、お香、呪文。答えてるよ、呪文を。さあ、お願いします。あとはあいつらが逃げるのを待つだけ。面白い手法だ。ネズミにはいい思い出がない。昔、真っ暗闇の中でネズミにフォークを当てたことがある。ウィッチャーの力を見せようとしてな。我ながら見事だったよ。でも誰も見てなかったんだ。
真っ暗だから当たり前さ。どういうことやねウィッチャージョークわからんわ。かつてはテメリア王の相談役だったのに。無事で元気なのを見れて嬉しいよ。それにゲラルトさん、こんなとこでも追っ始めそうやからな。うん、怖いよね。うん、あ、まあまあ再会するのが不安だった。辛い結果になるだけじゃないかもう恋人の言い方やんけ。半年前に全て言ったでしょ。蒸し返したくはないわ。蒸し返すんじゃない。ただ口で言うのとそれを実行するのとは別の話だ。私たちは友達でいると約束した。それだけは。お、トリスかっこいい。それでユネファーはどうしてる。なぜ見つけたとは。質問に答えてない。元気なの。まあ元気かな。元気だ。前カノと元カノやな。うん。具体的に聞きたいのか。いいの。もう分かったから。おおお、いっぱい来たネズミが。うん、出て行ってる。出て行きようやん。すごいでかい。すごい魔法の力で出ていってる。めっちゃおるやないですか。おやおや、お二人さん、働く代わりにおしゃべりに夢中かね。仕事は済んだわ。ゲラルト、あの人たちは。言われなくても分かってる。魔術師や魔女を見かけたら知らせてくれって頼まれてる。友人の頼みを断るのは苦しくてね。わらとはゲラルト。最初から臭かった。お前の友人は来なかったことにしよう。残金を払え。そして仕事は終わりだ。条件を決めるのは私だ、ウィッチャーめ。邪魔をするな。用があるのは魔女だけだ。悪いが一心同体でね。やるなら俺が相手だ。ゲラルト。仕方ない。さて、話は終わりだ。好きにしろ。ただし、黙って見過ごしはせん。もうおしゃべりは十分だ。そうだな。どちらも生きてはない。てか、そうだな。ブランドン。ブランドンぶっ殺されんぞ、おめえ。ちょっと待ってよ。うん。そう、さっきからちょっと違和感を覚えてたんで、ちょっと変えますね。幻惑から多分やってなかったよね。あ、この戦闘中にこれが行えないやって悲しい。もう始まったから。瞬殺やないですか。リッチャーハンター。リッチャーっていうのはね、やっぱこれぐらいの強さが必要やね。ねえ。あなたがいなかったら、ブランドを探さなくちゃ。あいつぶっ殺そうぜ。あいつは許せんな。よかったね、半分だけとりあえず。もらわんと。おい、そこのお前。誰やねん。殺されてくれ。あれは無理やり、自宅と倉庫に火をつけると言われて、ウィッチハンターは血も涙もないやつ。許してくれ。許さん。好きで人殺しになったわけじゃない。今すぐ殺してやりたいが、死体になれば喜ぶのはカモメぐらいだ。生きたきゃ倍の額を支払え。わかった。払うよ。もう行け。ありがとう、ゲラルト。儲かったな。儲かったね。うん。ちょっとトリスは人を信用しすぎる感じやな。そうやね。ねえ、考えてたんだけど、シリについて知ってる人、ひらめいたの。町に夢美術師がいる。お。コリンヌ・ティリーよ。夢見術師、モズベが興味がありそうな。ねえ、好きやろ、そんな夢占いとか好きやもんな、モズベ。そうそうそう、好きです。夢占い。家の持ち主デヨンキャは裕福な銀行家。銀行家。一緒に来ないのか。ちょっと用事があるの。またネズミ退治か。ぐらい気が進まない仕事。めっちゃ忙しいやん、クリス。ねえ、うん、まあ気をつけてね。私もよ、ゲラルト。
もう行った方がいいわ。コリンヌがどこかに隠れる前に。君に会いたいときは。魚市場の近く、ビッツに住んでるわ。近くまで来たら寄ってよね。わかった。またな。気をつけてね。トリス、コリンって言おうとしたらやばい。おいおい、女の名前間違えるとか最低やぞ。危ないな。コリンって誰やねん。コリンのやつ。それあれやろ、夢占い師の話やろ。夢見師か。夢見術師。夢見術師。あ、やばい。あ、荷物がパンパン。うん。荷物パンです。お前呼べる？お前呼んで、とりあえず商人に。おーい、お前そこからなんで逃げるんだーい。よーし、じゃあちょっと夢見術師のとこ行く前に、うん、あ、こ行くわ。また鍛冶屋に、うん、血まみれ男爵のとこ。そうそうそう、いつもお世話になってるところ、うん、もうあそこしかないんちゃうかなってぐらい、あそこにしか行かんよな。そうそう、あっこにしか行かない。ここか。いやいや、違う。全然ちゃうやろ。全然違う。もうちょっと左下の方ちゃう。ここら辺だっけ。それや。あ、クローパーチあった。おなじみのクローパーチ。よし。まあ、なんかあれやな。血まみれ男爵も元気にしてんのかな。ねえ。血まみれ男爵どこ行っちゃったんやろうな。あんなことがあってな。うん。愛着湧いたやろ。あいつはいいやつや。奥さん大事にしてほしいね。うん。さんざんボロカス言ってたけどな、モズベーも。最初は。ノビグラドの娼婦みたいにお仕置きされたようだな。当然だろ。ウィッチャーに喧嘩売ったんだから。あいつはどっから来たんだ。すごいこの国の男の人たち嫌いなんよね。なんで？なんかその、なんて言うんだろう、女性をこう大切に扱わないところが嫌い。うん、確かに結構あれやな、ひどいこと言うてるもんな。ねえ。殴るのどうみたいな。多分ね、なんかその、あんまりもらってるお金も少ないし、うん、なんかその、貧しい生活ばっかを送ってるから、うん、なんかそういうことをよう言えるなって思うわ。なんか八つ当たりしたいんちゃう、そういうところに、うん、力の弱いものに対して八つ当たりをしたいんや、きっと。あら、そういうしょうもない、あれ？イベントが始まったよ。あら、ね、イベントが突然始まったよ、まさか。あ、帰ってきた。元気かい？男爵ならいないぞ。癒し手を探しに行った。もちろん奥方の。ああ、なるほど。分かっている。鈴木か。門の外で何が起きているか知っているのか。どういう意味だ。男爵は俺に指揮を任せていった。皆に秩序を守らせるようにしろと言ったんだ。新たな秩序な。お？奴らがしているのは人殺しと略奪だ。それが新たな秩序だ。なんちゅうことしたの？あら、まさか変わってしまったのか。こんなところで知ってしまう。部下たちが大暴れしてるってこと。まあ、とりあえずちょっと荷物開けようか。ねえ、荷物開けて。まあ、分解する。すげえ。何してる？乳くりやってんのかいな。びっくりするわ。びっくりしたわ。売り物を見せてくれないか。さあ売ろう。さあ売ろう。斧とかいらん。武器も全部売っといたら余分置いとかんでいいんちゃうもん。そやね。その、あれな、イベント装備は売らんようにな。うん、これはね、残しとかんとやね、うん、よし、だいぶ軽くなった。うん、
売り物を見せてくれないか。ちなみに制作はできちゃうのかな。あ、できると思うね。結構なんか強いんじゃないかな。お、13で作れるね、これ。ちょうど13やな、それな。ねえ、あ、でもなんかこっちもあるな。悩むとこやな。何が違うんやろ、これ。防御力が上がる。お、軽量の防具やから結構いいよね、こっちも。ただちょっと結構マイナスになるんよね。他はないか。わあ、悩むな。でも軽量の方がいいしな、動きやすそうやし。よし、こっちにしよう。打撃体制を作った？うん、作った。いろいろあるよな。よいしょー。これも作ったもんね、うん、これぐらいでいいか。武器はこいつちゃうねんな、鎧職人やからな。うん、さ、また違う、うん、じゃあな。さあ、これを着よう、うん、よいしょ。やっぱピッチャーってダサいよね。いや、でもそれまだマシちゃう。うん、まあまあまだね。うん、あ、馬、久々の馬を見たよ。よし、じゃあ帰ろうか。さあ、それじゃあモズベさん、カバンも開いたところで。せやな、行こうかの。どう、こっちじゃない。どんな職業やと思う？夢美術師って。どんな職業？うん、あれじゃないの？あの、祈祷師と似てるんじゃないのかな？祈祷師。ああ。なんかまじないをするってこと？そう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 。開けろ！あら？開かない。踏ん詰まっとるやないか。お？何やっとんやろ、ここで。開けてくれ。モズベなんか閉じ込められてない。とりあえず、物を取ろう。よし、で、うん、登れんのか、ここも、うん、ああ、積んだ。積むなや。どのタイミングで積むねんな。積んでしもうたよ。 おりゃ、こっから行くぜー。めちゃくちゃやな。想定外やわ。よし、こう行こう。着いた。ここだね。着いたけど上っぽいな、それな。上からですか。矢印が上向いてる。お、イベント。ここか、ちょうど。通りかかっただけか、それとも具体的に何かお探しか。あんたはルドルフ・デヨンキアだ。デヨンキア家の一人だ。祖先がこの町の基礎を築いた。今では最大の銀行。すげえ派手な帽子してんな。ねえ、こんなとこで何してんの。名前だけで十分だろ。父はよくこう言った。みんなにお前の価値を知らしめなさいとね。お、コリンヌ・ティリーを探してる。では正しい場所に来たな。コリンヌは中だ。ここ何日かこの家の過去を夢で見ている、うん、お、どういうことだ。なぜ自分の家の過去を調べてるんだ。歴史家か何かか。最近この土地を買ったのだ。かなりの高額でな。そのすぐ後に騒ぎがあった。それでここが幽霊屋敷ではないかと怖くなった、うん。どんな現象が。はい、いろいろだ。夜中のクスクス笑い、
屋根裏で動き回る核、さらに先週は信じないだろう。ずっとんです。怖いな、怖いな、それは。なんかでも物理的な嫌がらせじゃない、自分って。ねえ、怖いよね。あれやけど、ほら、あれやけど。恐ろしすぎる。影響がわかるか。それにコリンヌに邪魔しないよう頼まれたんだ。なるほど、入っていいのかな。中に入って様子を見たい。普段なら他人に家を物色させたりはしない。だがその件、ウィッチャーだな。入っていい。気まぐれだと思え。この人のお家なんだね、要は。うん、この人はお金持ちで、この人が買った家が要はえらいことになってるってことね。ええ、でも汚いよ、すでに。うん。なんかいろんな音が。掃除もできへんのちゃう、なんか怖すぎて。まあ、とりあえず取っていこうか。うん。汚いよって言いながら、その汚い家のパンを盗むモズベは何なんやん。ピエロギとかいっぱいあるよ。うん。ピエロギって何やねん。ピロシキみたいなもんじゃないのかな。ピーしか合ってへんやん。お、ラズベリージュースとか物色してガンガン取っていくからすごいよね。うん、ウィッチャー3、今度ネットフリックスでドラマ化するやないですか。うん、あーらしいね。うん、うん、っていうことはもういつも通りこうやって取っていくんかな、入ってったら。その、まあ、ヨシヒコ、楽しみで仕方がない。ヨシヒコやそれ。お、え？なになに？なんか言ってんな。どこに？上やで、でもモズベさん。上ですか。あかんの。うん。それを置いて、血をこぼさないで。お願い。あ、扉が。お。サラ？なんかおったやな。ねえ。なんだあいつ。のそのそ隠れた。隠れたね。ちょっとワンテンポ遅れてるね。うん、いない。あら。怖っ。怖いなぁ。起きろ。それはただの夢だ。起きろ。あら。怖いなぁ。屋根裏の人形。ホラーテストやですげー。ねえ。怖え。あいつ、森の貴婦人のあいつかと思ったけど。うん、似たような。ねえ。感じやな。あっちへ行って、やめて。触らないで。やばいね、もう。とりあえず物を取っていこう。落ち着いて。何の話をしてんのかな。夢を見させられてるのかな、うん、かな。ここは上に上がらなあかんのな。急にキャーってバイオハザードみたいに出てきたらもう死んでしまいそうやけど。モズベ怖がりやからな。うん、口から舌が出てくる。何の口から舌が出てくるって。ここか、はしご。ん？なんか聞こえる。臨死性の道が塞がれてる。何？ちょうどよかったね、ウィッチャー来て。ゲラルトさんがおって。ゲラルトさんってないやん。さあ。あ、赤いぞ。その前に取る。忘れずに取る。そんなとこの牛乳絶対腐ってるべ。さあ、女性。なんだ？なんか光ってんね。なんかおる。よいしょ。クエスト後回しやもんな。あ、ゆりかごの絵。ちょっと読んでみようか。
描いたのは子供のようだ。ほんまにイラストやったな。うわぁ、怖いな。ガチなやつよ。でも不思議だよね。こういうのってさ、こういう、なんつうの、専門家がさ、訪れた時のさ、うん、幽霊ってとても、あれじゃないですか？安心感があるよね。ちょっとこれの前に他の撮っていくね。忘れようにな。うん。だけなんかその一般の人たちとかがさ、来たさ、入り込んでしまったとかいう映画とかは見てて怖いけど、専門家はもう知識を持っているから安心して見れるね。うん。みっちゃんはまためっちゃいろいろ知ってるしな。うん。詳しい。もうええやろ。あ、見て。あれ人の影じゃない？人形？人ではないやろ。なんか木の。ほら、だって。木じゃないでしょう。あ、木なのかな。うん、その足でしょ、なんか。取っていくよ。うん、2階にゆりかごがあったら、それに人形を置いたらどうなる？なるほど。そういうバイオハザード的な、よくわからないギミックやな。あえて消すとどうなる？はぁ、怖い。いろんな音がする。怖い。どうする？ボズベイの部屋を、さっきの青いやつが。妹さんの部屋から覗いてたら怖い怖いよ。ゆりかごがあったって言ってたよね。なんか入った奥じゃない？通路ここ？それこれか。揺れてる揺れてる。怖いな。え？急に来たらどうしよう。もう調べる。衝撃波で揺れる。いらんことせんねん。なんや、まだ取ってないやつが。ドアは？お、なんかある。なんか書いてあった。え、怖っ。傑作はまだ一枚。かまどと焦げた鉄格子。楽しい謎謎だな。かまどを見つけないとな。もう、ゲラルトさん、せちがらい。なんか、なんつうんかな、すごいいいお父さんになりそうだよね。うん、はいはい、わかったよ、みたいなこと？そうそうそう、ちゃんとなんかやってくれるみたいな感じが。かまど？こっち？その辺ありそうやけど、でも台所ではないからないか。ねえ。下かな。下に台所っていうのも珍しいよね。あるね、でも。あ、ブルブルし始めた。あ。あからさまに。見ないことにしとこうか。なんで見ないことにするかって言ったら、とりあえず拾いたいもんを拾うからやな。そうそうそう。まあ、とりあえずはここ使おう。使って多分、後ではこう、爆破するんじゃないかな。爆破って。ああ、怖い。中からなんか出てきそうで怖ーい。あーびっくりした。口から舌が出てきた。口から舌って何やろ。怖ー。あ、やっぱ同じタイプのやつや。その辺にしておけ。誰かを怖がらせすぎたら、しっぺ返しを食うぞ。どうして私を傷つけるの？ちょっとくらい遊んだっていいじゃん。声は可愛い。どんな遊びだ。ねえ。女の人が眠ったらひどい悪夢を見せるの。目を覚まさないようにして。すごいでしょ。面白いでしょ。わあ、怖っ。面白いな。しかし夢見術師に話がある。彼女を目覚めさせてほしい。サラはあの人を起こしたくない。サラは遊びたいの。まあまあ、そうね。運がいい。俺には君が無害なゴドリングだとわかる。だがそう思わない人もいる。なぜゴドリングだってわかるの？どうして？ねえ、ねえ。その姿や仕草を見れば一目瞭然だ。まあまあ前回会ってるからね。お前は夢見術師に悪夢を見せ、目覚めさせようとしない。なぜ彼女を苦しめる？誰も苦しめてない。怖い夢は面白いの。
怖いわ。怖いね。どうして幽霊屋敷に住んでるんだ。教えてあげる。実はこの家、少しも取り憑かれてないの。そんなふりをして、みんなにそう思わせてるだけ。誰もいなかったから引っ越してきたの。銀行の偉い人がその後にここを買った。銀行家は嫌い。一緒に住むのはもっと嫌い。だから脅かしたの。すごいな。銀行家は心底怖かったぞ。いいか、彼はこの家に大金を払ったし、簡単に手放さない。別の家を見つけるんだ。嫌よ。わがままやな。ダメだな。人糞とかすんじゃないよ。人糞どっから持ってきたんや。さすがにちょっと追い出さなくちゃいけないわ。多分殺してしまいそうやから取引で。サラ、ノビグラドはゴドリングの住む場所じゃない。だが住みたいならお前の勝手だ。だから取引しよう。取引？どんな？夢見術師から手を引け。引き換えに銀行家には家が呪われてるという。それを解く手段もないとな。おお。ミッチャーにしてはなかなかあれやな。ねえ。金持ちは知らんっていう考え方。そうしてくれればお友達を困らせないって約束する。少しもよ。すごく親切なのね。親切。めったに言われる。そうね。だいたいこの手のタイプに言われる。よかったら話をまとまって。よかった。これサラ追い出したルートが別にあると思うと気になるな。そうね。でもなんかこのサラはいつか役に立ちそう。まあ以前ヌビグラドでは人を殺したことがあるんで。人じゃないけどな。そうだね。変身したやつな。さてここから。実際呪われてそうやでそれ。あれ？なんか遺跡感が急に出てきたね。もしかしてサラってここから来たんかな。ああ、なるほどな。ねえ。どっちみちちょっと怖かったね。あんま住まわなくてよかったんじゃないの、銀行員の方。でもなんか先は何もないもんね。ないね。でも死骸がある臭いよね。なんかズボンとかあったから。死体を隠した場所とか。ねえ。騎兵隊のズボンとかあるんだから。恐ろしい。よいしょ。びっくりした。あ、サラ、元気でな。サラにびっくりしたわ、今。え？びっくりするわ。もう来たかな？夢美術師は。ね。あ、起きてるね。大丈夫ですか？あなたは？トリスメリゴールドからの使いだ。はあ、ひどい悪夢。この家の過去を夢で見るはずだったのに。代わりに見たのは家具。私を飲み込もうとする飢えた家具。バカみたいに聞こえるでしょうけど、でも夢の中ではまるで現実みたいに苦しんだわ。まあサラのせいやから。ゴドリングの仕業だ。幽霊屋敷だと人々に信じ込ませていた。しかもちょっとした冗談を君の夢に吹き込んだ。起こしてくれたのね。運が良かったわ。ウィッチャー流で対処したんだ。せやな。ありがとう、本当に。ひどい夢だったわ。お礼の方法はある？あるぞ。ノビグラドで目撃された若い娘を探してる。きっと手伝えるわ。でもまず頭を整理しなきゃ。おかしな夢のせいで蜘蛛の巣だらけみたい。ゴールデンスタージョンに来て部屋を借りてるの。夢美術師ってなんかその寝るっていうからなんか結構不定期な寝不足が起きそう。寝不足かな、寝すぎ。だからなんかあんまり休めれなさそうだよね。モズベイはあんまりなりたくない職業やろ。寝るときぐらいは普通に寝たやろ、ね。多分あんまりだって一番休まなきゃいけないその行為を仕事にするって大変だよね。
報告。が出てきたが話してくれなかった。問題は解決したのか、それとも逆か。原因を喋ったらいけんもんね。さあ、サラとは約束をしたんだ。悪魔がコリンヌに取り付いた。これサラを裏切るルートもあんのかな、下は。気になるな。ああ、かなりおぞましいものだったようだが、話すのを拒んだ。とても人が住める場所じゃない。あれだけのクラウンを払って、まあいい、金ならいくらでもあるからな。なるほど、返済してくれないかね。まあまあ金があるから、こいつはまだ大丈夫。うん、いいやつだ。まあとりあえず今回はこんなところでお時間けどな。そうやね、さらに振り回されたわ。まあ次回はその夢見術師のコリングさんとねお話しするところからやっていきたいと思いますけど。はーい、ご視聴ありがとうございました。 Twitter アカウント、チャンネル登録は動画の詳細にリンクがありますので、そちらからご確認ください。はい、ではまた来週のウィッチャー3メインストーリーでお会いしましょう。バイバイケロー。バイバーイ。